採用のザクティ、まあ高いよって感じですけど、CA100 です。で、私あまり使ったことないものなんですけど、今日はフルハイビジョン60フィールド、要はインターレースの60コマのモードで撮ってるんですけど、このモードはね、あんまり撮影したファイルをそのままパソコンで撮影する分にはね、非常に都合が悪くて、あまり上等なプレイヤー使ってないんで、いまいちだったんですよ。いまいちだから、あんまりというか、まず使わないモードです。これをプレミアエレメンツで編集して、フルハイビジョンの、まあ、普通の60フレームの動画に出力したらどうなるか、よく考えたら試したことなかったぞっていうことで、ちょっと今日はそれを試してみようと思って撮ってるんですけど、このぐらいのね夕暮れ時だったらね、暗くて画面が汚くなるぞっていう、暗くて画面が汚くなるぞっていう、あらごめんなさい、ザクティの弱点があまり露呈されない感じで、むしろ劇的な感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、マイクその60フィールドが60フレームに化けて動きがどうかっていうのがよくわからないので、ちょっと私がちょっと積極的に動いてみようと思います。あまりねアグレッシブな動きのある被写体がないんで、かげろうでも撮ってみましょうかね。HD2000 とか HD1000 のとちょっと違って、挙動が結構抑えてくれることは抑えてくれるんですよ、ちょっと強めに。ただちょっとこう摩擦係数が高いというか静止摩擦係数が高い感じですね。こうカクンカクンとこう引っ張られる、こう止まって動き出そうとするとカチュンとこう、カチュンってなんでパチュンって感じなんですよ。フルハイビジョンがあまり活かせない状況の中でちょいと管管を巻いてます。すいません、すいません、すいませんみたいな。私のダチロク動画ブログではこの
ザクティの CA100 が立てたり落としたりの繰り返しのような気がするんですよね。こうこき下ろしてみたり持ち上げてみたり、そういうちょっと微妙な感じなんですけど、ステレオ感がない云々はもう攻めないであげましょうよということで、はい、結構味のある映像になるでしょう。悪くないんですよ。CA100 はね、ザクティの中古を何台かヤフオクの安さを使って持っておきたいなっていう人にはね、1台ぐらい持っててもいいモデルですね。 CA100 防水だし、あとデザインが可愛いし、なぜか時々使いたくなるカメラですね。今マイクに向かってちょっと話してるんで、モデルじゃない、モニターをひっくり返してて、どこ撮ってんだかさっぱり、オフファインダーですけど、フルHDインターレース60フィールドモードでした。おやすみなさい。